だんだん疲れてきたと思いますので、力を抜いて聞いていただければと思っております。先ほど説明もありましたが、私は今電通で働いております。で、今年の5月19日に博士号を取得しまして、で今日は、社会人博士がどうなのかということを、ここで皆さんにシェアできたらいいなと思っております。題しまして、社会人博士を終えて振り返るライフ&ハッピネスということで進めたいと思います。今日は先ほど社会人の方も結構多いということだったんですけれども、主には学生さん向けにお話ししたいと思っておりまして、社会人博士の選択について説明したいと思います。自己紹介なんですけれども、今の現在、電通の中のビジネスデベロップメント&アクティベーション局という、とても長い局名の局にいるんですけれども、ここは今10月の1日に新しくできた局でして、電通の中で、広告以外の領域でビジネスモデルを立て稼いでいくみたいな部署になっております。で、最初は私2012年入社なんですけれども、クリエイティブの部署に配属されまして、そこで、2年から3年ぐらい、CM 制作だとかコピー書いたりとか、企画するみたいな作業をやってました。で、その後に、スポーツ局のオリパラ室に行って、プロデュースだったり営業みたいなことをして今の部署にいたります。で、最近の趣味は健康的な暮らしということで、食事とか運動とか、はい、気にしています。で、電通というとちょっと話題になったんですけども、今別段ですね、働き方改革中でして、で私22次退社は今も続いていますし、結構その社内でも変えようということでいろんなトライアンドエラーが起きています。で、研究の話をちょっとすると、修士でやってた研究はテレプレゼンスの研究を、ずっとやっておりまして、でヒューマンオーグメンテーションのこの図があった時に、その領域の、右側のロボティクスサイボーグとかヒューマンインターフェースみたいなプレゼンスの拡張みたいなところをやってます。で、博士論文の研究に関しては、テレプレゼンシステムの形式別に遠隔ユーザーの外観と動作を具現化させる手法の提案みたいなことをしていて、3つぐらいなんか大きな塊でちょっと研究したみたいな形です。で、なぜ電通に入社した後博士課程に入ることになったのかということをちょっと説明したいなと思うんですけれども、経歴としては私津田塾大学に最初学部で入りまして、そこでプログラミングなどやってました。で、その後に歴元金を知って修士課程で入ったんですけれども、研究ちゃんとしたことがなくて、歴元研で初めて研究したような形です。で、水戸ユースにこう採択してもらっていろんなこう研究をしたんですけれども、途中ちょっと1年間フランスでインターンさせてもらったりっていうこともしていて、で、そこでもエンジニアとしてちょっと働かせてもらったりしました。で、卒業の頃ですね、ようやくその論文投稿して採択されて発表するみたいなサイクルが回って、研究が楽しいと思い始めました。で、それまでは全然もう研究するのすごく大変で、それこそ今日いらっしゃるような三宅先生とか石黒先生とか力本先生に散々お世話になって指導されて、なんか母言いながらやってたんですけれども、最後に卒業する頃に国際一番ちょっとなんかもう戦績みたいになってるんですけど、夏に初めて出したのが CHI っていう一番有名な学会でして、でその時はもう全然論文も書けてなかったんですけども、とりあえず出したいってことで出して惨敗しました。で、それ以降悔しくて AVI っていう学会に出したりとか AH っていう学会に出したり、国内会議のインタラクションとかやったんですけれども、なんかこうだんだんこう通るようになってきて、でその結果がこうジャーナル投稿でしていいですよって話もあり、結構その卒業する頃には論文2本ぐらいあるみたいな形でした。で、電通に入社したんですけど、入社した理由は面白いこと何でもできるらしいとか、自分と最も縁がなさそうってことで、なんか面白いんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、正確にはフランスインターンしてて帰ってきた頃にはもう就活してなきゃいけない状態でしたので、まあ、泣いてもらってたしそのまま行こうみたいな形でした。ただこう研究面白いなってこう3月思ってた時に4月入社してるので、人事の方には学会発表行きたいんですみたいな、でなぜ行かなきゃいけないかみたいなことを演説するみたいなことをやってました。で、その時にですね、ドクター A の甘い誘いみたいなのが来ます。で、学際情報学部という研究科は少なくとも3本の国際会議の論文またはジャーナルが必
要なんですけど、先生がもうなんか麻雀で言うとリーチだよって、あ、あれば始められるよとか言われて、へえみたいな、そういうのなんかできそうとか思っちゃうじゃないですか。で、ちょっとそういうふうに錯覚したっていうのが一つと、あと配属先で自己紹介をするプレゼンみたいなものをやらされるんですけど、そこでもう自分のこう人となりみたいなことを紹介する自己紹介プレゼンみたいなのやりました。そしたら私卒業することに研究の楽しさに気づいたんです。博士課程とか行きたかったんですよねみたいなこと言ったら、結構その上司とか部の人たちがいいじゃん取っちゃえよみたいなこと言われて、なんかすごいねえと思ってこう嬉しかったんですね。でただし1年だけねって言われて、みたいな。でこの上司 の、 岸さんという方は今新刊が発売されているのでよかったら正直ですね、博士課程について全然の方は全然分かってないんですよ。でただ異分子みたいなものを面白がってくれて受け入れてくれる会社とか上司の同僚に私感動しまして、その結果不思議なことに忠誠心が芽生えたんですよ。でだから仕事頑張ろうみたいな気持ちになりまして、で、気持ちがその上の人たちの気持ちが変わらないうちに早く入学しなきゃと思って、入学金とか学費とか払ったりとかしまして、無事に入学はしたんですけど、実際その優秀な上司がメンターについたこともあり、この1年は業務にフルコミットみたいな24時間体制みたいな感じで働きまして、疲労感とともにこう仕事の高揚感というか仕事楽しいなみたいなことも思いました。で翌年は業務量の調整してくれるよっていうふうに言われてたんですけれども、それどうかなみたいな思いつつ、大変お世話になりました。で仕事を何してたかっていうことに関して言うと、その喫茶の作業であるこういうトヨタのアクアの CM 作業みたいにやらせてもらったり、スヌーピーの広告を半年間毎日毎日こう作り続けるみたいな作業をしたり、しました。でちょっと時間ないんでどんどん飛ばそうと思うんですけど、その他に事業事例みたいな例で言うと、経営コンサルティングみたいな会社さんとはちょっと違ってコミュニケーション領域の話にはなるんですが、サービス改革みたいなことをしたいというようなお話がありまして、例えばこの料金改革を変更したいんですけどって言った時に、うちの会社ですとそういう、ヒアリングを通して料金経済変えていきましょうとか、社員のオペレーションの体制も変えていきましょうとかってことを、提案して、ちょっと、サービスフローを整備するみたいなことをやる作業みたいなものもやってました。で実際に物も作ったりするので、社員向けの資料だったりお客さん向けの資料みたいなものも、提案して作っています。で釣り屋百貨店という熊本の老舗百貨店の作業もやらせてもらったんですけども、これも物をインターネットで買う時代になった時に、100年後も地域の住民に愛される百貨店であるためにはどうしたらいいのかって相談が来まして、で釣り屋イノベーションプロジェクトみたいなものを開始したんですけど、まず新入社員を全然取ってない百貨店で久しぶりに取ったみたいな形だったので、全社員アンケートっていうことで実施しまして、社内に溜まってた海みたいなものを吐き出させるような作業をしたんですね。でそれをまとめてみたところ、いいところと悪いところみたいなのが浮き彫りになってよく分かるようになったということだったり、あと鶴ゼミっていうそのアイデア大使になるためのアイデア発想法研修みたいなものをやりました。でこれは何かというと、結局うちみたいな会社だったりコンサルの会社が入ってる間はその会社も良くなるんですけど、出た後に持続こう自分たちで自立してできるかどうかというところで言うと難しいために、社員の方々が変わってもらいたいと、でアイデア体質になるためのアイデア発想法研修みたいなものを行いました。でこの間は月に1回熊本に行って研修させていただくというようなことを行いました。でその他目安箱みたいなプロジェクトをやったりとか、あとその2年目社員の方、当時私も2年目だったので百貨店で働くメンバーの方々と一緒になって、展示企画みたいなものをやったりしました。で、こういうことが大体仕事の話なんですけど、こう2年ぐらい経ちまして、そうだよしもう これで研究ができるぞと思ってたんですけど、やっぱりこう会社ってなかなかうまくいかなくてですね、新人のメンターみたいなものを今度お願いされました。ですごいキラキラした新人の慶応から来た理系の男の子が来たんですけれども、うちの会社も理系の学生が最近は取ってるんですが、なかなか来ないので大事じゃないですか。だからこう一生懸命育てなきゃと思って結構気合い入れてやってたんですけれども、時間取られるわみたいな形で自分の仕事以上にも2倍3倍と時間が割かれていきます。なので結局こう2014年研究していいよって言われたんですけど、半年間ぐらいは仕事にフルコミットしてしまい、秋からこう集中してやっていいよってことになりました。教訓なんですけど、やっぱりスケジュールは思い通りにならないということです。
で、あの焦る気持ちで始めたのがカメレオンマスクという研究でして、でこれは2014年の秋ぐらいに、あやばいやばいみたいな、時間全然ないどうしようと思って、あの本来多分時間と余裕があればもっと違う研究した可能性があるんですけれども、あの私のキャパとあのなんかインパクトと論文通るか通らないかみたいなところで考えた時に、もうこれしかないんじゃないかみたいな形でやりました。で、ただですね、研究できるかと思ったら今度オリンピックの部署に移動しましょうみたいな形になって、あの2016年はリオオリンピックに向けてこう準備と PR みたいな作業をひたすらやりました。でその JOC さん の、 あの決断式壮行会みたいな作業だったり、それを応援するためのこう座組で小学校回ってなんかこうダンスの指導とかこんなもの作ろうよみたいなことを一生懸命走り回ってやるみたいなことをやりました。でその学校に配るこういう資料みたいなものを作ってインタビューさせていただいたり、そうですね、あのメダル取った方々にもお話しさせて聞かせていただいたりしました。あとですね、去年2016年は3ヶ月ぐらいイオンの現地にも行かせていただいていて、あの日本の要人の方とか選手のホスピタリティハウスの運営だったり、まあ、こういうなんかあの館みたいなものを貸し切りで運営するんですけど、そういうところで、まあ、テープカップ、なぜか私のテープ運ばされるみたいなやつやったりとかイベントやったり、あとこう記者会見みたいなものをやるんですけど、記者会見であの実はこうあの選手の方々毎日メダルを取るんですね。なので毎日朝5時に起きてみんなでバスに乗って記者会見場の運営みたいなものをやったり、あとこうあの都知事が旗を持って帰っていく時 の、 こうあの飛行機の中でこうオペレーションの手伝いみたいなこととか、などいろんなことをやりました。で、まあ、研究の話は今日はちょっともういいかもしれないので、ちょっと早いしかないお時間もないのでちょっと飛ばすんですけど、まあ、なんかいろいろやったなっていう、いろいろ結構やったなと思っておりまして、あのまあいろいろやったんですけど、結局ですね、あのちょっとあれですね、博士課程中に書いた論文みたいなものを調べたら、あの5本ぐらい書いていまして、で当初こう先生にあと1本あればいいって言われたのに、なんで5本も書いてるのわーみたいなちょっと思ったんですけど、でもやってみるとやっぱりこう修士の頃とは違って差分というか、少しこうあの賞を取ったりとかすることもできたなっていう成長も少し感じました。で社会人博士のちょっとまとめみたいなものをしたいなと思うんですけど、まあ、研究と仕事で一貫していたなと思うのがコミュニケーションということです。でよく言われる例え話で、広告ってこうラブレターですよと言われているんですけど、まあ、あの企業が生活者に何かものを届けたいときに、まあ、そのラブレターをどうやってこう渡したら機能するのかと、でこうファットゥーセイとかハウトゥーセイとかフェントゥーセイ、フェアトゥーセイって言うんですけど、この遠隔コミュニケーションもこういうあの人と人で話している内容をいかにどう伝えたらちゃんと伝わるかということは、あの実はすごく複雑だと思っていて、でそれで私はちょっとこれはロボットじゃなくて人にやらせないと絶対できないんじゃないのかなみたいなことを思ってやったっていうところもあります。でこれから、就職博士課程進学する方へちょっとあの、メッセージってことなんですけど、あのやっぱりこうさっきの先ほどのお話にもありましたように、仕事は1から2や3とか無限大に広がる作業で、とてもあのダイナミックで楽しかったです。楽しいです。でただあの研究の0から1を見つける楽しさみたいなものは、あのそれもありましてありました。で社会人博士のメリットっていうことでいうと、金銭面の心配が少ないってことがまずあるのかなと思っております。で生活の安定、その食事とか住居っていうところもありますし、いざとなったら必要な機材を買えるとか、あとお金も貯まる、結構いい年齢になると思うんですよ、あの博士課程に行ってると。でその時に、あのお金がある程度あってこう資産とか増やしたいなと思ってると、ちょっと辛いんじゃないかなってことが一つあります。であとは仕事のキャリアも詰めるっていうことだったり、卒業後の進路の心配が一旦はいらないっていうことがあります。で逆に社会人博士のデメリットは、研究にフルコミットできないということ、あと健康貯金を減らすということ、あと会社の評価もあの、120% 働けるわけじゃないので、ちょっと下がる恐れがあるということだったり、あとは人付き合いが悪くなるということや、趣味や、旅行に避ける時間もないし、海外インターンで修行しにくいというところはデメリットかなと思います。ただやっぱり今思ってたのは、あのイノベーションを起こすときに、テクノロジー、クリエイティブ、ビジネスってこうなんか3つの要素が大事だねって言われると思うんですけど、結構そういうものを総合的に学べるっていうのは、あの働くってことと研究、両方やるってことのいいことなのかなと思いました。
あと、社会人博士を楽しみながらする上で大事だなと思ったことが3つあるので、ちょっと皆さんに共有できればなと思うんですけど、まず1つが普通のことを普通にこなすということです。でこれは結構実は私は難しいなと思ったんですけど、研究も、要は私も日中は仕事をしていて夜に研究をするので、昨日やってた内容とかすぐ忘れちゃうんですよ。で なんかあれどこまで進めたか忘れちゃったってことがすごくあったので、 あんまり時間がなくても、夜12時ぐらいに研究室に行って少しでも作業できれば進めるみたいなことを繰り返していました。であとやる気満々な時とない時っていうのが結構人はあると思うんですけど、できればこう波がなく常に一定のペースで仕事だったり生活できた方がいいんじゃないかなってことを思ってます。で、2個目ですね。2個目はコントロールできることとできないことを分けてアウトプットを最短で出すことに専念するということなんですけど、これは研究するということと博士号を取るということはちょっとニュアンスとしては別なんですが、博士号を取るだけで言うならば何ていうかアウトプット重視といいますか、その3本だというふうに言われているので、その中でできることを最大限にサイクル回してやる方が後々幸せなんじゃないかなと思います。それはやっぱりこう2つのダブル生活が苦しいというのもあるので、熱い思いのうちにやるには、早く整理してやった方がいいのかなと思っています。で3つ目はどんなに頭と体は疲れても心だけは疲れないようにするということなんですけれども、これも何ていうか、気持ちの維持っていうのが長くなればなるほどすごく難しくなってくると思うので、心だけは、タグというか、どんなこう仕事をいっぱいしてても心だけは健康でやるぞみたいな気持ちになってると持続できるのかなっていうふうに思っております、はい。で最後ですね、博士課程行ってよかったかみたいなところで言うと、なんかとっても良かったなっていうふうに思っています。で博士課程の、研究博士課程だったり研究の醍醐味っていうのは何かなっていうふうに改めて考えますと、やっぱりこう誰もやってないことに自分はこう挑んでいるんだとか、それは誰も知らないなみたいなことを、ちゃんとサーベイした上でやれるっていうことはいいってことだと思い、いいなっていうふうに思っておりますし、あとは博士論文まとめる作業っていうのはやってみてよかったなっていうふうに思っておりまして、通常の論文書くときもサーベイしているようでちゃんとしきれてなかったなっていうのをすごく感じています。でそういう時にちゃんと腰を据えて昔のもう1940年ぐらいの論文ぐらいから文献をザーって読み込みますと、大体自分がやってたことが何だったかっていうのがいろんな偉人の人たちとのこう系譜で分かるようになってきたので、それはすごく良かったなと思いました。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。